さ、じゃあ次は長蓋寿司。すいません、今日はずっと役場です。ありがとうございます。え、今日の音響は長蓋寿司。機材はうちですけど。ありがとうございます。いい、あの、じゃあマスターの一発目バイオリンお願いします。あのミカポの詩でミカポの詩だから出ですか、ね、ウイラの詩、はい。皆さんこんばんは。本庄市から参りました長蓋剛と申します。よろしくお願いいたします。では、あの、一発目オイラの地までという、ね、歌を、歌いたいと思いますので、よかったら、手拍子足拍子ね、あとはこう参加していただいて、あの、差し替えなければ、MC はあ、ではオイラの家まで大合唱。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、シッ。あるもんだけが表通りを通り抜けてゆくのに、知らん顔は意地悪、そろそろ回ってる。わかってるさ、君の兄貴が賛成してないのはね。君の立場もわかるし、あの日の言い分もわかる。女好きは女の悪い癖でも、そう見えたじゃないよ。Yeah.
たいですね。皆さんお疲れで、ね、乗ってください。いや私だけおかしな人になってるわけでございますけども、ね、本気トークも100回ということで、私もね、今、まあ、会社の同僚で、新井武ちゃんというのがいましてですね、まあ、そちらの今ちょっとね、いろいろ病んで、しまってちょっとね、音楽が今できないっていう感じになって、充電器もございますけど、まあ、彼の紹介でね、本気トーク、来させていただいて、早もう何年でしょうね、だいぶ経ちますけども、ね、この緊張感いつまで経ってもこの緊張感ね取れないわけでございますけども、まあね、200回目指して、頑張っていただければと思います。まあ、200回到達したら今度は300回ということでね、頑張っていただければと思います。私もなんかおととしね、200回やりますって言ってね、205回の年間のライブやって、次300だろって言われてね、非常になんか辛い思いしてるわけでございますけどもね、まあ、ぼちぼちやっていきましょうという感じでございます。では、ちえちゃんね、今やっていただいておりますが、ちいちゃんに前にリクエストいただいて、もう多分3年くらい前ですかね、もうだいぶ経っておりますが、やっとリクエストにお答えしたいと思います。ただ本当はね、ピアノで今日は仕込んで参ったわけでございますけども、ピアノが出てないということで、ちょっとギターの方でね、やってみたいと思いますが、まあ、まず長渕剛さんのマザーという曲でございます。なんて言いますか、私もこの曲が出た時にね、ちょうどお袋が他界しまして、その時に非常にもうこの歌大嫌いだって、本当にね、今まあなんとなくという感じでございます。
どこかもそして全てわからなくなってしまうだろう。苛立つ俺は家へ帰り、ため息を二つつき、屋上へ足早に駆け上った。煙突の向こう、俺たちはいつかのシャモンなのみたいだ。一体俺たちはどこへ流れてゆく。それは弱いということじゃない、それは怖いということじゃない、それは男らしくないということじゃない。とどまることを知らない不安が別の女を欲しがってる。抱いても抱いても最後には一人になる。まずはここから足を踏み
葉を投げ捨てて親父のくせになんて言わせたくない。Zoom.